はい、吉谷さんメッセージありがとうございます。速稼塾とね、ドリームアカデミアと2つのまあなんか情報企業塾かな、なんとカテゴリーしていいのか分かんないですけどね、まあなんかがあるということでございます。もし誤解されてるんだったらここでまた申し上げたいんですけども、私はねビジネスを教えることができないわけではなくて、ビジネスは高いレベルで提供できるんですよ。で今でもそれをやっていることもあります。ただねやっぱ一般公開は特にしてないんですよね。なんかね、基本的には私は多くの方はお金さえ増えればビジネスの楽しさなんて別にどうでもいいわけなんですよ。どうでもいいと思ってるんですよ。確かにビジネスは面白いところがあります。ただビジネスの面白さは結構諸刃の剣で、そのインチキ商品を売るためにビジネスのスキームを使うこともできて、そこには純粋な面白さがあったりするんですよね。まあ中身の大してない商品っていうのは確かに世の中いっぱいありますけど、売ってる人はこれはすごいものだっていうふうに本当にね、差異でも何でもなくて信じて提供して、多くの方が手に取ってわーありがとうございますっていう喜びもあるんですよ。で結果的にビジネスなのにお金になってないとか、大きなダメージを受けている、でビジネスやってるのに借金になっているっていうのを、私はこれは看過できないなというふうにいつも思うんですよ。なぜかビジネスをやってる人が借金まみれになるとかね、あっちこっちの塾に入ってお金だけなくなっちゃったって、それはなんでそうなるのかなっていうのは本人の責任だっていう意見が強いわけなんですけど、私はそうではないと。この人は多分作業やらないだろうな、この人は気合が入ってないだろうな、この人はビジネス興味なくてお金が欲しいからなんだかんだ言ってるだけなんだろうなと思う方には、ビジネスはもうね後回し、教えない、まずはお金を増やしてもらう、ここにフォーカスすればいいんではないかな。でお金が増えた時に、いやビジネスやってみたいな、すごいなと、まあこれはねよくある意見なんですけども、まあ、久保さんの動画っていうのは本当にね、また見てしまうとかね、他の人に言いたくなるってことがあるんですよ。これはある側面で言えばビジネスに利用できるわけなんですよ。だから見たくなるような動画の作り方っていうのはちょっと学んでいきたいんですけど、ったらそれはじゃあこうですよっていうふうにお伝えすることができるんですよね。だからそれを私はビジネスに使わずに、ビジネスに使うこともできるってことなんですよ。例えて言えば車なんですよ。車ってレジャーで乗ることもできますよね。お金がどんどん出ていくばっかり、全然儲からない。でも車をビジネスで使うこともできるんですよ。客観的に見たらハンドル持って運転してるだけなんですけども、片やお金がなくなるだけ、片やなんかねお金が儲かることをやっていると。だからビジネスとビジネスじゃないものに私は境目がないと思うんですよね。お金がどっちに傾いていくかっていう現象がまたこれあるだけでね。でまとめますと、私はそのアフィリエイトを今でもね人にお伝えしていて、あったりする、まあ、この前もインドネシアで会ったんですけども、その会った方がね、お金は当然増えてるんだけども、ずっとアフィリエイト一回も成功したことなかったのに、久保さんの言う通りにやったらものすごく月収で30万前後をね、維持できるようになりました。それでそれが1年ぐらい続いたんで、今回ねどうしても会ってお礼が言いたくてバリ島に来ましたって方もいらっしゃるんですよ。いやこれはすごい喜びだなと思います。でまあアフィリエイトのサイトとかちょっと見せてもらったりとかしてね、まあ、1時間ほど過ごしたんですけども、本当に私自分で作ったサイトかのように作り込んでるんですよね。本当に何ですかね、専門的なものは何もないんですけども、ちゃんと効果が出るように作れてるんですよ。いやすごいなと思いました。でも私はビジネスを教えたつもりがなくって、自分の得意分野を自慢げに提供したって言ったら言い過ぎなんですけどね、いやこのくらいのことができちゃったよってことをお伝えしたら受け取ってくださったみたいな感じです。その方はたまたまアフィリエイトに興味があったんだけども、アフィリエイト活動やってる間は収入がなくなっちゃうんで、まずは例のやつとかね、その他のことをやって収入を作りながらビジネス学んでいただいたってことなんですよね。それからこれもね、今回インドネシアで何人かの方にお話したところなんですけども、カメラの転売なんですよね。カメラの転売どうやったらうまくいくのかっていうことで悩んでる方が集まってきてくださって、私はこういうふうに申し上げたんですよ。カメラの転売は買い取る時期と売る時期があるっていうふうに申し上げました。これだけで多分ね多くの方が利益が取れると思うんですよ。一時期その暗号通貨ってのが流行りましたね。 ICO ブームとか新しい暗号通貨どんどん出てきたみたいな。その時に私が何を考えたかっていうと、現金がない人が手元のものを売ってそれで現金を作って ICO とか暗号通貨買うっていうふうに流れが起きると思ったんですよ。で最もそこに飛びついたのがカメラの転売をしている人なんですよ。カメラを購入するために購入して在庫を抱えて、その在庫をなんとか現金に変えて暗号通貨買おうかなとか、暗号通貨塾に入ろうかなと思った方に対して、カメラの買い取りを10個単位でするとかね、何でも買いますとかね、どんな細かい備品でも全部バルクって言って一括買い取りしますよというふうにしたんですよ。
あなたのお持ちのカメラとか一切合切写真撮って送ってくださいみたいなことをして、で送ってきた写真に対してこの金額で私は買い取りますよっていうのをいわゆるね叩き買いをしたんですよ。ものすごく安く買いました。でガバ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 400万円ぐらい私購入したんですよね。で400万円ぐらい購入したんですけども、市場価格のやっぱりね3割安とかね4割安とかで、皆さん手放すんですよ。すぐお金が欲しいから、まあ、そういった形で私は仕入れて、で販売する時期はいつかっていうと暗号通貨でダメになって、いろんな投資でダメになって FX も苦手だしなっていうところで、もう一回カメラやるかっていう人に対してそのカメラをまた再構築してね、スターターキット、転売ヤーさんの再スターターキットということで、あの買い取った方に対してまたこんな商品ありますんでまたカメラ始めませんっていう方で売ったんですよね。そうするとその売り上げが750万ぐらいということで、差額350万円、仕入れも簡単、販売も簡単にして、手に入ったということなんですよ。で私はだからこういうふうにして、なんですか、10万円前後単位の商品をカメラ転売に対して作って、まあ5万円単位とか10万円単位とかね、30万みたいなのがあったんですけども、そういった商品を作って、転売屋さんから買って転売屋さんに売ったみたいなね。で、転売屋さん、カメラ転売屋さんも、本当にうまくいってる人って 1% ぐらいで、ほとんどの人は儲かってないんですよ。在庫抱えてるだけで。で、ノウハウはみんなしっかりしてるんですよ。ただ、今私が言ったような、アイデアが使えないんですよね。タイミングが。自分がどうしてもプレイヤーになってしまうんですよ。プレイヤーじゃなくて、マネージャーにならないといけないのに、ずっとプレイヤーやってるんですよね。だからそういったものも、今お話したことも、ビジネスの高いレベルのスキームだと思うんですよ。だからこういうことを、速稼塾ではやってますよってこともあるんですよね。だから例のやつだけではないんですよ。単純にお金増えればいい方に対してはお金増やしますけども、そうじゃなくてビジネスの面白さに気づいた方にはやっぱりね、私もビジネスね面白いと思いますんで、大好きだと思いますよ私も。だから結果の出るビジネス、結果が出なくても痛手がない、借金ができないビジネスの仕方ですよね。なぜなら例のやつでお金が増え続けてるんで、ビジネスで失敗したりとか高額塾入ってもそんなへっちゃらぐないぐらい資金回復いつでもしますからね。だから私が思うのは、まずは余剰資金が常に生まれる状態に持っていって、それからビジネスを学びたい人はしっかりと学んでいけばいいのかなと。その時に速稼塾を選んでもらってもいいし、ね、ビジネスとして素晴らしいね活動されているドリームアカデミーを選んでいただいてもいいのかなと思いますよね。でもやっぱりね、吉谷さんがやってることっていうのは、学ぶべき点がすごく多くて、私もねついついこうやって見てしまいますよね。今は億万長者合宿のやり取りだけしか動画見てませんけども、やっぱこれからも吉谷さんの動画っていうのはずっとマークしていってですね、チャンネル登録者さんがやっぱ地道に増えてるところを見ても、僕みたいにね、私みたいにブレイクして増えるわけじゃないんですよ。ブレイクして増えるものっていうのはまたねブレイクして減るんですよ。でも吉谷さんみたいな一人一人が登録して地道に一歩ずつ、それこそ千里の道も一歩みたいに増えたものっていうのはこれなくなりにくいんでね、やっぱりリピーターさんが多いのもうなずけるかなと思います。本当に素晴らしい活動されてると思います。これからもね大いに学ばせていただこうかなと思うところでございます。それでは以上です。